え、で、今日はですね、ワクワク動物ランド深夜バージョン、独特動物ランドをやってみたいと思います。で、今日はゲストに友達のスタイリストの滝沢慎ちゃんを呼んでお送りしたいと思うんですけど、まあ、ゲストに呼んでって言ったら僕たちが抜けんだけど、彼のように遊びに来たっていうそれだけのことなんですけど、まあ呼びましょう。慎ちゃんです。新進スタイリストです。どうも。教授。どうも。教授。プロフェッサーちょっと内藤陳にも似てます、ね、似てないで、なんでこういうのを飼ってるんですか？やっぱり飼ってみると犬とか猫よりも面白いですよ。奥が深い。奥が深い。慎ちゃん、この中の君の可愛い子供たちをちょっと引きずる。子供たち。ちょっと待ってください。どういう人？どういう人？これはまあまたまた。またまた。これ噛もうとします。これはでも本当インテリアとしてもいいよ。そうですね。結構。それはまあどこにでもいる。どこにでもいる絵にの緑。緑髪も4ヶ月経つとこんなに大きくなる。これがまあ普通に買ったら8万円はするという。8万円はするというのに。石のようになって石のようになって買わなければよかったという後悔をしている。1万円か。でもでかくなったじゃん。あ、でかくなった。あ、そう、裏が8万円の価値。裏が8万円の価値が100みたいなもんだ。結構顔も可愛い。8万円結構アメリカとかでは昔からこういうのあってみたいな伝統とかあるんで。なんていうんだっけ。水を使ってあるから一応アクアテラリウム。ああ、水使ってないやつはテラリウム。砂漠みたいなもので、そういうのはテラリウム。テラリウムで水使うとアクアテラリウム。ここに3匹いるのが珍しいものなんですけど、この前某雑誌で土の子として騒がれたものなんですけど、一匹出してみましょう。じゃあでかいの。ああ、これ唯一舌がすごいわ。粘土みたいなもん。舌が舌すごいね。まあ、青チタトカゲっていうのは。あ、そうだ。桃チタトカゲってピンクなんだけど、本当は、うん、追い詰められたりするともっと見てすごく出す。あ、ヘビにすごく近い。動きも脆いよね。脆いし、あ、足の筋肉がやっぱない感じだもんね。足は早く歩くときは後ろ足とか使ってませんから。で、どうヘビのように後ろ足を背中に乗っけて前足だけでくねりながら移動。これだからオーストラリアにしかいないんだっけ。そうです。本当は生息が少ないからああいうものが生き残るっていうか、あんまり早く動く必要がない。ああ、だから足もこんな感じ。そうだね。でもカンガルーが食べちゃうとそういうことないのがね。カンガルーボクシング強いでそこにもう一つ星ヒューマン。アニヒューマン。アンキュー。所長を引っ張り出して手で掴んでください。じゃあ餌を与えるシーンかな。武器にさ、来た。ああ、餌付けに成功しておりますから。これでもほとんど目がないみたいです。目がないよね。目がほとんど見えてません。ほとんどでももうちょっとウナギみたいなんだけど死んだようなもの。本当だ。骨がないっすか。リビングデッド。でも一応手が出る。これ今うちから持ってきたイグアナなんですけど、そういうネームを募集してもなかなかいいのは来ないまたネームを募集しましょう。これで募集しよう。あ、ほらほらほらもう立て慣れてる。もう一本もらえますかね。戻っちゃったからそんなことやっぱり光。あ、わかった。テレビだからね、難しいんじゃない。名前とかつけてやつけてませんね。一応8万円とかそういう。またまたですごいからまたまた来るね。キラキラましたね。ハードボイルドだぞって言ってくれればね。呼ばずに死ねる感じ。